千葉県文書館は千葉県の設置する公文書館である1988年6月15日に開館した千葉県文書館設置管理条例では公文書、古文書その他の歴史的な資料の散逸及び消滅を防止しこれを後世に継承するとともにその活用を図りもつて県民の強度に対する理解を深めるため及び県の行政に関する情報を 県民に提供し、もつて県民の県政に対する関心に応えるとともに、県民の利便に資する施設と規定されている。1階には行政資料販売コーナーと展示室が置かれており、展示室では収蔵文書を中心とした常設展、企画展を行っている。千葉県庁とは戸川を挟んで近接している。1950年、千葉県は 県市の編纂事業を企画し、資料編、千葉県資料の編纂を開始した。1966年、当初の編纂計画が、ほぼ終了した段階で、知事から千葉県市編纂審議会に対して、今後の編纂計画に関する諮問がなされた。これに対する答申の中で、資料の収集、整理、保管のために、機関設置の必要があるとされたのが、 千葉県文書館設立の発端とされる。1972年4月、文書保存施設建設のための調査費が計上され、同年6月28日、千葉県総合文書資料館建設調査委員会が発足した。委員長には、県総務部長の沼田武氏が就任した。1973年2月27日には、千葉県立文書館基本構想が決裁を受け、 4月13日には、千葉県総合文書資料館建設調査委員会が、千葉県立文書館建設調査委員会と解消した。6月5日には建築用地が、千葉市都庁1-4に、内定、1974年3月には、建築設計が完了した。ところが、1973年に起こった石油ショックのため、事業は一旦中断された。 1983年6月6日、沼田武市千葉県知事が文書館設置の再検討を求めた。この際、知事は建物については、旧構想にこだわらないこと、県庁舎の近くに設置することを求めている。建設予定地については、知事の提案により、旧千葉中央警察署跡地を利用することが決定された。9月24日、 検討結果報告書がまとめられた。1984年4月1日、千葉県立文書館建設調査委員会が再発足、11月9日、文書館基本計画が決定された。故障については、文化資料館を推す意見もあったが、親しめる施設を目指すという観点から、文書館の故障で決定された。設計者選定にあたっては、 千葉県の事業としては初めてプロポーザル方式が導入され、建物本体については家事建築設計事務所1階情報提供展示コーナーについては担成者が選定された。なお、単成者の設計は1988年の日本ディスプレイデザイン協会の奨励賞を受賞している。1986年8月9日に特殊基礎工事が着工され、 10月16日から本体工事が着工された。1987年12月21日に千葉県文書館設置管理条例。1988年4月1日に千葉県文書館管理運営規則がそれぞれ交付され、共に1988年6月15日より施行された。1988年6月15日、開館。公文書館法施行後、 最初に開館した公文書館である。1991年、新しい千葉県市の編纂が開始された。1995年からは観光が始まり、2009年3月末で事業は終了した。2015年9月25日から12月19日まで、初の他館との共催展示として、区内庁区内公文書館との共催展。 公室が触れた千葉千葉が触れた公室を開催した。2016年、収蔵する公文書を大量破棄していたことが明らかとなり、その後、破棄対象でない公文書を誤って破棄していたことが判明し、2017年4月、千葉県と文書館は誤りを認め公式に謝罪した。2017年、利用者数が100万人を突破した。2018年8月、 公文書の誤破棄問題を受け、資料選別の第三者によるチェックとして、歴史公文書判定アドバイザー制度を導入した。2019年8月、千葉県と千葉県教育委員会は、新千葉県立図書館等複合施設基本計画を策定、千葉県立図書館三館の機能を集約するとともに、県立図書館と県文書館を 複合施設化した新施設を県立青葉の森公園に建設する計画を発表した。2016年10月下旬、千葉県文書館の収蔵資料数が2015年度中に大幅に減少していることが文書館が毎年発行している事業概要を見た研究者たちの指摘によって明らかとなった。このことを問題視した日本アーカイブズ学会は 同学会は11月8日付で、千葉県知事、千葉県総務部政策法務課長、千葉県文書館官長の3者に対して、公開質問状を提出した。その後の千葉県からの回答や、情報公開請求などによって明らかになったところによれば、2015年3月31日の時点で14万2375冊あった収蔵公文書のうち、 2016年3月31日までに13,039冊が減少し、うち1177冊が破棄、2,862冊が千葉県政策法務課の書庫に移管されていた。公文書等の管理に関する法律が2011年4月に施行されたことに伴い、千葉県行政文書管理規則及び千葉県行政文書管理規則の運用についてが改正され、 2015年4月1日より施行された。それまでは文書保存期間に長期という区分があったが、この時に廃止され、保存期間は最長で30年となり、保存期間を過ぎた文書については、保存期間満了時に選別を受け、歴史公文書と判定されたものは、文書館に遺憾、現用文書と判定されたものは、保存期間延長、それ以外は破棄、ということになった。 ところが、このルールが、すでに文書館に収蔵され閲覧請求の対象となっていた公文書にも訴求して適用され、公文書の再評価、選別が行われたために、多数の破棄文書が生じたのである。さらに、日本アーカイブス学会による調査で、選別が適切に行われていない実態が明らかとなった。例えば、千葉県の歴史、文化、学術、 事件などに関する重要な情報が記録された文書は歴史公文書とする規定があるにもかかわらず、1973年の第28回国民体育大会に関係する公文書が破棄されていた。また、1952年度までに作成、取得された文書は全て歴史公文書とする規定があるにもかかわらず、それ以前に作成された公文書91冊が廃棄されたほか、 遺族大長や戦没者名簿、引き上げ関係書類など、戦争に関する公文書等が約500冊廃棄されていた。制作法務課に関された文書にも、明治期に遡る人事記録など、現用文書と言い難いものが含まれていた。2017年2月21日付で、アーカイブズ学、考古学、歴史学関係14団体が連名で、 千葉県文書館収蔵公文書の不適切な大量廃棄、移動の停止を求める要望書を千葉県知事に提出した。3月27日、県、学会双方の合意による懇談会が開かれ、この席で一人しかいない公文書担当の専門職が2015年度には他部署に出向しており、専門職不在の中で評価、選別が行われていたことや、 1952年以前の公文書の破棄を文書館長が把握していなかったことなど、ずさんな実態が明らかとなった。2017年4月7日、文書館長と県政策法務課長が緊急記者会見を開き、県の事務に過失があったことを認め、公式に謝罪した。文書館では再発防止のため、マニュアルの作成と制度整備を進めるとともに、2018年8月、 資料選別に対する第三者によるチェック機能として歴史公文書判定アドバイザー制度を制定、施行した。ありがとうございます。